はいどうも、ブラッドです。ということで、まずこちらですね。大量の選手をウェーバーへということで、エンゼルスが先発のジオリと、ブルペンのロペス、ムーア、ディオン、そして外野手のグリチック、レンフロー、計6選手をウェーバーにかけたと報道がありました。ちなみに先週、先発のアンダーソンもウェーバーにかけていたという報道もあります。これによってエンゼルスは今季もう完全に諦めたということになりますね。で、これ何がしたいかというと、ペイロール、チームの総年俸を下げたいっていうことですね。アンダーソンは別として、ここにいる6選手は今シーズン終わったら FA でどっか行く可能性が高いですし、もう今シーズンを諦めた以上、彼らの年俸を負担してまでもチームに留めておく必要がないっていうことですね。なので放出して、サラリーダンプを図ると。これはこの6選手にとっても良かったと思います。このままエンゼルスで戦うよりは、本当に必要としているコンテンダーのチームに行くことで熱い有意義な戦いがありますし、実際移籍したらもちろんみんなそれぞれ応援したいですね。で、この動きに対してちょっと僕のね、所感を話しますけど、まずよくぞ動いてくれたって感じですね。もう再三言ってるように僕の中では諦めたって言いましたけれども、まあ実際数字的にも、もうほぼほぼ不可能に近い状態だったんで、もうこうやってはっきりそういう意思表示をしてくれたってのはいいですし、さっき言った通り、もう彼らをね、抱えておく必要はないんで、で、代わりに若手選手を起用できるっていうんでね、まずそこが一つすごいいいです。あとはペイロール下げるっていうのもね、非常に意義があります。っていうのも、もし仮にこのままシーズンを終えていたら、贅沢税超えてたんですね。で、それを贅沢税いかないラインまで下げれれば、来シーズン以降、贅沢税を超えた時のペナルティが下がります。そして今シーズン、大谷選手が FA になって、おそらくエンゼルスは QO を提示するでしょう。で、それを拒否して他のね、チームに移籍したら、保証のドラフトピックがもらえるんですけど、これ今季、贅沢税を超えてるか超えてないかで、このドラフトの指名順が変わります。今季贅沢税超えてない方がいいドラフトの順位をもらえるんで、そういう意味でもものすごい今回の動きは意味があります。だから僕は今回の動きめちゃくちゃ評価してます。まあもちろん1ヶ月前のトレードデッドラインのことを考えれば、たくさんプロスペクトを放出して獲得した選手をこうやってね、また出してるんで、全体的に見たらもう評価はマイナス点ですけど、ただ今できる最善を尽くすっていう意味では、これ素晴らしい動きです。まあただ大谷選手を応援している方にとっては、大谷選手が望むチームの勝利っていうところからかなり遠ざかることをしてるんで、エンゼルスふざけるなよと言いたくなる気持ちもわかりますけどね。僕みたいな一エンゼルスファンからしたら、いい動きしてくれたなというとこです。ちょっと意外だったのは、個人的にはジオリト・ロペス・ムーアは、再契約していいかなって思ってたんで、今回ウェーバーにかけるのは意外でした。もちろん移籍してもシーズンオフにまた再契約できますけど、まあ選手からしたらあんまりね、戻ってきたいって思いませんからね。だからもうエンゼルスも多分追いかけないでしょう。で、今回チームがこの動き取ったことで、僕が目標に掲げてた勝率5割以上っていうところも、もうおそらくね、ないのかなと思っています。ただこれからはフレッシュな面々がラインナップに名を連ねると思うんで、それを楽しみにしたいですし、あとこれはね、ファン心理としては非常に複雑なんですけど、負けた方がね、いいんですよね。メジャー30球団のうち、勝率が低ければ低いほど、ドラフトの指名順が上がりやすいんで、ここ複雑なんですけどね。まあ僕のスタンスとしては、チームが勝つために選手がいいプレーするっていうのが見たいし、で、結果的にチームがめちゃくちゃ負け続けてドラフトの指名順が上がったらいいなと、そう思っています。はい、で、今日ですけれども、また打ち込まれてしまって負けと。ヒット数だけで見たら相手よりそんなに負けてないんですけど、今日も長打力がものを言ってましたね。まあ、こっち怪我人が多いし、お相手はね、まあ、ほぼほぼフルメンバーなんで、さすがに厳しいかっていうとこですけど、まあ、怪我を言い訳にはできないんで、さすがコンテンダーだなというとこでしょう。まだ明日1試合あるんで、そこでいい戦いをして勝ってほしいです。先日側頭部に投球が当たったシルセスですけれども、7日間の IL に入っています。7日間というのは脳震盪関連の IL です。
そしてローゼンバーグが代わりに昇格を果たしています。でネトですが、数日以内にグラウンド上でバッティング練習を開始するということです。またメジャーで復帰する前にマイナーの試合に出場するとネビン監督が語っています。続いて先日 DFA していたデベンスキーですが、レイズと契約を果たしています。で最後モニアックですが、今日の試合途中背中の痛みで交代しました。ただ軽症なようで、明日明後日休んで、しあさってからのアスレチックス戦から復帰できる見込みです。初回ですけれども、シャーニュエルいいですね。ツーストライクから見事にライトに打ち返しました。これでシャニュエルはデビューから9試合連続ヒットとなって、エンゼルスのチーム史上トップタイとなっています。今シャニュエルの打席が面白くてしょうがないんで、本当この活躍は嬉しいです。で大谷選手ですけど、結構真ん中付近にスライダー来たんですけれども、打ち損じでしょうかね、タイミングがずれてしまってサードフライになってしまいました。2回は先頭のレイヒーホがホームラン。ここは初球から甘い球見逃しませんでしたね。ナイスバッティングでした。で次のオハッピー、11球粘ってフォアボール、まあ、最後ストライクでもおかしくなかったですけど、見事な粘りでしたね。ただレンフローは初球を打ってゲッツ。インコースのシンカー、相手の術中に完全にはまってしまいました。そしてその裏、ハーパーに一発。シンカーインコースに投げようとしたと思うんですけど、中入っちゃいましたね。にしてもえぐい当たりでしたね。115マイルですが、もう一瞬でスタンドに消えました。ただ直後3回にまた勝ち越し。まず先頭グリチック、三塁線を抜くツーベース。そしてシャニエル、うまかったんですけどね、レフトシュワーバーに取られてしまいました。で大谷選手ですけれども、まあ当たり損ないですが、ピッチャーへの内野安打、そして悪送球も絡んで1点と。これロレンゼンどうしましたかね。打球的に大谷選手の足じゃ絶対間に合いませんし、これ多分取らなかったらファールになってたんで、ちょっとダブルで判断悪かったですね。その裏、ホームランで同点。昨日みたいな展開でしたね。先頭ヒットでロハスはゲッツーにして、よしって思ったんですけれども、シュワーバーに一発。チェンジアップが全然意図してないインハイに行ってしまいました。ただその直後、またもレインヒーホのホームラン。昨日ヒット3本ですが、本当当たってますね最近。先制弾に続いて勝ち越し弾、いいとこで打ってくれました。そして5回、また先頭のグリチックのツーベースから、シャニエルがファーストゴロで進塁打。めちゃくちゃ仕事人ですねシャニエル。追い込まれてこれしか考えてなかったんでしょうね。自分を犠牲にしてでも1点を近づける、いや素晴らしい貢献ですね。そしてそれに応えた大谷選手、ライト前にタイムリー。外のチェンジアップ、最後片手だけになりましたけどね、打球速度は104マイル、えぐすぎる。ただその後の盗塁は良くなかったですね。2アウト1、2塁でバッターはホームラン2本のレイヒーホ。ボールカウント1ストライクから2球目で走りましたが、リアルミュートに刺されてアウト。大谷選手ぐらいの俊足だったら、そんなにリスクを取って2塁から3塁に行くことないですし、バッター好調のレンヒーホなんでね、行くんだったら絶対にセーフになんなきゃいけない場面でした。まあただ相手もナイスプレーでした。リアルミュートの送球もそうですし、サードのエドムンド操作もよくベースカバー入ったと思います。そして6回裏、カステヤノスヒットとエラーでノーアウト2塁からハーパーを申告敬遠。ボームと勝負するんですけれども、これが逆転スリーラン。エンゼルスがやりたい一発攻勢って感じでしたね。まあこれはボームうまかったですね。アウトローのチェンジアップですけど、これスタンドインするのはもうねお手上げです。でさらに次のリアルミュートにツーベースを打たれて、アンダーソンからソリアーノに交代。そしてワンアウト1、3塁の場面でロハスがセーフティースクイズ。初球もバントしてきて、それはファールになったんですけど、2球続けてやってきました。でファーストのシャニエルが取った時はさせるかもって思ったんですけど、ちょっと送球弱くて投げるところも逆いっちゃいましたね。でさらにその後ターナーに三塁線を抜かれるスリーベース。インコースうまく打ってますけど、こっちからしたら飛んだところが悪かったですね。
ソリアーノ火消しとはなりませんでした。先頭グリチック、今度はレフトにホームラン。他のチームに移籍できるってなってから打つのやめてください。エンゼルスに来てから昨日まで OPS470 でした。 OPS プラスで言うとたったの25。今日長打3本、おかしくない？いい加減にしてください。他のチームでも頑張ってください。そしてワンアウトから大谷選手、初球から打ちに行って一瞬いい当たりに見えましたけど詰まってましたかね、ライトライナーに倒れてしまいました。その裏は途中出場のストットにホームランを浴びるなどバリアが3失点。さらに8回にはトレーターナーに一発を浴びて失点。バリアは前回のレイズ戦に引き続き打ち込まれてしまいました。そして最終回2アウト1塁の場面でバッターシャニエル、またなんとか大谷選手に回してくれって願ってたんですけど、そういう時いつも打ちますね、天才神。うますぎるバッティングでレフト前で、マーシュの悪送球もあって1点入ってシャニュエルは2塁。そして大谷選手2ボールになりましたけれども、素直にフォーシームが来ました。弾丸ライナー右中間を抜けてタイムリーツーベース、今日2打点目。この打球速度 118.6 マイル、今季大谷選手最速、自身キャリア2番目の打球速度でした。ア・リーグの打点王争いはトップのカエルタッカーから3差の94打点となっています。シャニュエルは明日も打って球団記録更新してほしいですね。あとはシーズン最後まで怪我なく健康にやってくれればいいです。でその中でたくさん出塁してもらって大谷選手の打点王をアシストしてほしい。もうここまでかなり貢献してくれてますが、本当この 1,2 番見てるの楽しいですし、結果打点王になってくれたらめちゃくちゃ嬉しいですね。ドリューリーは4タコで、ムースは昨日に続いて今日も5タコ、また明日から活躍してくれるといいですね。でレンヒーフォはホームラン2本の後シングルも1本打って昨日に続き3安打、もう OPS774、 いや素晴らしい成績ですね。去年もこのぐらいの時期によく打ってたイメージですけど、シーズン序盤からもっと打てればねなお良かったんでしょうけど、まあまあ来シーズンもいますし今後も貢献してくれるといいです。でおハッピーが OPS700 切っちゃいましたね。ちょっと調子悪いですけど、まあ焦らず頑張ってほしいです。でレンフローなんですが、ウェーバーかけられましたがどこも手が上がらずにエンゼルスに残るかもしれませんね。シーズン通してもそんなに良くないですし、最近もあまり打ってないんでね、まあそうなったらそうなったでいいんですけど、ちょっと贅沢税が気になりますね。エンゼルスとしては多分どっかもらってほしいというところでしょうね。でグリチック、さっきも言った通りエンゼルスに来てから非常に打ってないんですが、今日こうやって成績残して打球の指標もいいんで、こっちの方がレンフローよりも手が上がる可能性高いですね。まああと2日もすれば移籍先決まってくると思うんで、分かったらまたお伝えします。アンダーソンは5回までなんとか耐えてたんですけどね。まあまだアンダーソン来年以降もあるんで、なんとかいい感覚をつかんでほしいです。あと冒頭言ったようにアンダーソンもウェイバーかけられたっていう報道ありましたけど、ちょっとモチベーション気になりますね。チームが放出しようとしてたと本人が知ったらいい気はしないんで、中にはふてくされる選手もいるかもしれませんね。あと契約2年あるわけですし、来年どうでもいいや、再来年ちょっと頑張ってまた次いい契約目指すかみたいなね。まあプロとしてそうならないと信じてますけど、なんとかアンダーソン持ちこたえて頑張ってほしいです。で2番手ソリアーノは失点はしましたが、結構ラッキーな当たりもあったんであんまり気にならなかったですね。バリアは結構厳しい立場にいますね。だいたい登板が敗戦処理とはいえ、ちょっとこの成績はいただけないんでね、このままだと来シーズンエンゼルスにいないっていう可能性もあると思います。残りの試合いいパフォーマンス見せてくれるといいですね。今日はマリナーズが敗れてレンジャーズ、アストロズが勝利、3チームがゲーム差なしで並んでいます。見てて面白いんですけど、嘘でしょって感じしますね。来年この3チームとやり合うんかと。だいたい3チームともメンバー残るでしょ。こっち翔平大谷さんいなくなるかもしれないのにどうやって張り合うのって、弱気にもなりますけれども、ただそれと同時にこれ燃える展開でもありますね。
今シーズンの成績見たらエンゼルス絶対来年も上がってこないでしょと、そう思われている中、エンゼルス嘘だろっていうね。そんな来シーズン見たいですね。可能性ゼロじゃないですから。今シーズンだってメッツ、パドレス強いって言われててそうじゃなかったし、逆にレッズが弱いって言われながらコンテンダーですからね。メジャーリーグ、スポーツ、何があるかわからない。もう今シーズンのオフが楽しみでしょうがないです。こちらワイルドカード、ブルージェイズ、ボストンが負け、ヤンキース、ガーディアンズが勝利、エンゼルスは一歩後退しています。こう見ると下からもう5チーム目ですか。あれ買い手でしたよねって思いますけどね。いや本当悲しいです。ただそれでも僕は結構満足してます。これツイッターでも言いましたけど、7月前半は全然勝てなくて、でもし後半も負け続けたら大谷選手放出もあるかもしれない、今年も売り手かつまんねえなとなりそうなところ、ヤンキース、パイレーツ、タイガースにいっぱい勝ちました。おかげで買い手になるという決断 GM しました。もうそれだけで僕結構満足しました。今年夢見れたのはほんのわずかでしたけどね、想像よりもめちゃくちゃ短かったですけど、大谷選手が来て初めて買い手になれたんでね、あの一瞬でもワクワクできたのはもうそれだけで僕は嬉しかったですね。ただね、もう来シーズンはそうもいかない。また GM 改善するとこはいっぱい改善して、来年こそは真のコンテンダーとなることを期待します。そのためにも残りの試合、みんな残ってるメンバー頑張ってほしい。さあ、エンゼルスの未来筆頭デトマーズが明日先発。あとは昨日からも言ってますけど、なんとかフィリーズに勝ってくれ。去年からそう、全部負けてるから。未来も大事だけど、明日ね、いいとこ見せて勝ってほしいです。トリプル A です。ジョーディン・アダムスはノーヒット、ステファニックはヒット1本、フレッチャーもヒット1本、リバーン・ソトもヒット1本、ウォルシュはヒット2本。3番手でマウンドに上がったコルトン・イングラムは1イニングを無失点としています。ウェーバーでムーアとかロペスがいなくなったら、このイングラムがまたメジャーで上がってくるかなと思ってます。ダブル A です。今日2試合ありまして、まず1試合目、ラインナップにシャニエルいますけれども、この試合は8月13日に途中で中断してその続きをやったということになります。カラブレスはヒット1本、ルーキーのマクロスキーはヒット3本。3番手でマウンドに上がった2021年のドラフト80名、ニック・ジョーンズが2回を無失点、セーブを上げています。2試合目、カイレン・パリスはヒット1本、タッカー・フリントはヒット3本。最終7回にマウンドに上がったケニオン4番はその回三者凡退で抑えますが、延長の8回、フォアボールとシングルヒットでサヨナラ負けを喫しています。はい、それでは今回の動画以上といたします。ご視聴誠にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。レッツゴーエンジェルス、さよなら、バイバイ。